枠入りあと1投で15番ピクシュレーションが向かっていきます収まりました全馬ゲートの中スタートしました内から1番ブライトジュエリーいいスタートを切っていますまず2コーナーに向かって7番のゴールデンハインド先手を取りに行きます外から6番君の名はすっと2番手に上がっていきました差がなく4番クイーン・オブ・ソウル内に2番ソーダズリング先段から 2コーナーをカーブしてこれからバックストレッチへと出ていきます。 まず7番のゴールデンハインド、今日は行きました、リード1馬身2番手に4番、クイーンオブソウルです3番手、外に6番、君の名,名はマリアこのうちに2番、ソーダズリング並んでいます、4番手5番手に15番、ピクシレーションがつけていきます中段前からは5番のアウフヘーベンさがなく続いていって内に1番、ブライトジュエリーこの外からは12番、ティファニー・ドンナ9番のレシプロシティここまでが大きな集団になりました、残り1200、23馬身がいて中段後方に11番、ドゥムーラン内に3番、マーマリアー 並んでいいっています後方にかけて10番バロッサ・バレー外目13番コイニョウオウ後方から3投目あと後ろ2投が14番イングランドアイズと8番糸川さくらです 1000m の通過は1分0秒8と上がっています15投が1段で34コーナー中間にかかります先頭7番ゴールデンハインドですリード1馬身2番手2頭外6番キミノナー・マリア内に4番クイーン・オブ・ソウル徐々に3投が広がりつつあります4コーナーカーブ 4番手集団も固まりました内目にソーダズリングこれに並んでいる15番ピクシレーション外からティファニー・ロンナ4コーナーをカーブして直線7番ゴールデンハインド先頭。 残り400リードを1マシング、すぐ後ろ、内を狙うか2番のソーダズリング、外から上がってくるクイーン・オブ・ソウル、内で間から1番ブライト・ジュエリーが追ってくる、外から君の名はマリア、中段から11番のドゥ・ムーランを追って、坂を登ってくる、大外からはイングランドアイズの追い込み、200を切りました、先頭は逃げ粘る7番のゴールデン・ハインド、これを追い詰めに行く2番のソーダズリング、3番手から1番、ブライト・ジュエリー追っているが、7番のゴールデン・ハインド止まらない、ゴールデン・ハインドだゴールイン。 2着は2番ソーダズリング3着、最後気悪くなって1番ブライトジュエリー後方から1キロ足14番イングランドアイズこの2頭3番手争い接戦となっています。